タルちゃん畑通信、雑草がすごい、うん、さあベーナスどうなってるかな。育ってるぜ、丸々と太ってやがる。もっと太るんだぜ。お、ベーナス高いですから、1個400円ぐらいしますからね。それがなんと種400円で買った種がね、ここまで、まあ2ヶ月3ヶ月かかりますけどね、うん、もう1個400円ぐらいのがもう食べ放題ね、うん、つまり投資、まあ、投資ってことだねこれはね、うん、300円がね、種1袋300 400円ですから、でもできたもの1個買うと400円ですからね、うん、これはお得すぎる、うんピーマンも順調かな、これピーマンも順調だね、うん、ピーマン順調だ、これこれ、うん、ゴーヤがちょっと調子悪いね、ゴーヤ調子悪い。そしてシシトウもほら、鈴なりの予感ね、ほら鈴なりの予感だよ、うん、花の分だけシシトウがねできるから、こっちもほら、もうね、準備万端だよ、うんうん、さあスイカはどうかな。おお、スイカ、大きくなるんだぞ。まだ硬いね、うん、ゴーヤ調子悪いね、ゴーヤ調子悪い、ナース、ナース調子いいじゃないか、これ今日食べよう。今日はナースのね、揚げ浸しだ、うん、ね、食べて、俺に食べてほしいんだろうお前、うん、いや、なんて黒光りしてるんだお前、ね、なんてエロいナスなんだお前、うん、黒光りが止まらないな、ね、畑で一人で喋ってます、ね、はね、畑で一人でエロいこと言ってますよ、ね、おお、こっちもなってるぜ。町の中に一人はいたよね、おかしいおじさんって、うん、よもや俺がなろうとはな、うわ、あんまり天候もね、天候良くないのにこんだけ黒光りしてるっていうね、相当こいつは黒光りしてるぜ、うん、でも、うん、これナス取れまくれたね、これ、うん、もうここもベーナスがあるぜ、これベーナスがあるぜ、あっちもあるぜ、3本立て今年もうまくいったぜ、シシトもいいね、シシト高いからね買うとね、うん、こっちはジャンボピーマン、ジャンボピーマンはまだだぜ、ジャンボピーマンまだだな、これやっと花が咲いたぐらいか、まあ、ジャンボっていうぐらいだからね、ちょっと何、大気満載型かな、うん、ね、スイカもなんかでかいね、スイカもいいね、うん、あとは雨とね晴れが交互に来れば最高だね、うん、こっちは煮つけてる、こっちはまだか、こんな感じです。早速ね、ここのナスいただこうか、ね、ここのナスいただこうかな、今日は揚げ浸しだ、今日は揚げ浸しだぞ、ナスの揚げ浸しを食べる、ね、ナスこらー、ナス一人で喋ってます、YouTuber ってさ、 YouTube ってさ、何人かでやんないとね、一人だとかなり勇気がいる、ナス俺に食べられたいナスはここか、うん、ナスはちょっと早いぐらいがね引っかかった、ナスはちょっと早いが落ちた、かかね、早いぐらいが美味しいんだよな、うん、よし、
いてて、ナスの下手の攻撃性が強いぞ。5分取れた。もうないかな、食べ頃のやつは。ね、俺に食べられたいナスはもうないのか。まだ若いな、みんな。よし、シシトウはまだかな。これ揚げびた、ね、揚げびたしもいいね。よしよしよし、今日は5本ぐらいですか。ちょうどいいね、4人だとちょうどいいぞ。さあ早速クッキングだ。